ちゃ。こんにちは。はい。さあ阪神ファンの皆さんお待たせしました。こんにちは。こんにちは。久々に岡田監督の、はい、はい、ネタでございますが、ね、さあ阪神岡田監督、はい、ドラフト会議前に1位指名公表しない新制度を提言。何のためのドラフトやねんということで。おーん。おーん、おーんが炸裂です。そらそうやろ。そうですよね。いや俺去年か、はい、去年のドラフトがっかりしたもん。もうみんな公表しちゃってさ、だからそれを避けて、うん、競合したのが浅野だけでしょ。だからそうです、阪神と巨人だけでしょ。だけでしょ、はあ、いやそりゃさ、テレビ放送もあってワクワクしてんのに、うん、誰がどの選手行くのかってそういう駆け引きもあるだろうし、はい、それを最初から分かってることって嫌じゃない。つまらないです、まあ、例えば 100m 走るのにボルトがいて、うん、あとは中学生が走ったら誰が勝つ、うんうん、ボルトですよね。こんな勝負見るか、まあ、見ないですね。見ないよね、うん、だからそれはやっぱりドラフトっていうのもさ、はい、駆け引きがあり隠れて誰がどこに行くのかっていうのがドラマじゃない、はい、だそれは俺は岡田監督に賛同するな。そうですよね。これそもそも巨人が今年はもう1位を公表しないというふうに公言していて、うん、いやそれに対して岡田監督、俺もせえへんよ、そんなん当たり前やろとやっぱり言ったと。で今年は、まあ、コロナ禍が明けてお客さんをあの会場に入れると。だったらなおさらやっぱサプライズだしパーティーでしょと。そりゃそうだよな。お客さんのおーっていう歓声がな。 それも岡田監督は、まあ、それだったら俺もね、うん、カメラ貸して見に行こうかなとか思うけどYouTube でそう。いやだけど本当にやっぱドラフトってそのワクワク感、はい、で、まあ、選手は大変だよ、うん、でまあ、松見っていうのは、はい、はあ、どこの球団が指名してくれるのかなとか、うん、ね、まあ、大体指名しますよっていう挨拶はするけども、はい、でも本当に、ね、どっかと競合するとか、うん、まあ、いろいろなことがねドラマとして起こるから、はい、それは見てみたいよね、うん、そういうふうに。そうですよね、うん、だからこそ岡田監督は NPB に各球団言うなっていうふうにもう新制度を作ってほしいと。いやもう何でもねやっぱこうルールというか、うん、岡田監督が盗塁の時に強打の足がどうのこうの、はい、まあ、ルールができたように、はい、ルール化していかないとやっぱダメだと思うな。そうですよね、うん、これいつ頃からこんな牽制みたいに公表しましょうか。 やっぱ取りたい選手を取りたい、はい、まあ、いつ頃からっていうのはもう去年がもう最たるもんだけどもそれまでにもう牽制してね、はい、うちはこの選手を行きたいと思ってるとか、うん、決定ではないけど、うん、この選手は取りたいですねみたいな、うん、まあ、匂わすようなことを言うけども、はい、そう、匂わしもなしにしようよみたいな、うんうんうん、蓋開けて初めて香ってくるというね、うん、はい、まあ、そういうことがやっぱり一番いいと思うよ俺も。そうですよね、うん、だから、まあ、一時というか本当に注目のされてる選手がもう名前がねいろんな球団から上がってきた時のあのどよめき、おーっていう数が増えるたびに、ああいうワクワク感が全く去年はなかったので。全くないよな。全くなかったですね。みんな違ったので。なんだよって、もう決まってんじゃん、うん、こんなそうそう、で見なくたっていいじゃんみたいな、うん、だったら発表する必要もないじゃんみたいな、出来レースみたいな感じになっちゃってたので。いやそれは発表しない方がいいよ。ほら、ね、絶対そうだよ。それはやっぱこうドラマでもさ、はい、あらすじ喋られて、おいなんで喋るんだよこれから見ようと思ってたのにっていうのと一緒だよね。そうそう、一緒ですよね。げんなりって感じしますよね。げんなりだよ、うん、確かに。だから岡田監督はやっぱりいいことを言うね。あ、まあそうですよね。やっぱりあのそれを記者さんが聞いてくれるのでこうやって流れてくる、記事にもなるしな。そうなんですよね、うん、ただやっぱり匂わすようなところは出てくるんだろうな。あ、多分ね。でどっかからやっぱ漏れてしまうし、でそのスカウトの方にもやっぱり岡田監督は気を使われていて、まあ、ビデオ、いろんなドラフト候補のビデオをご覧になりましたかと記者に問われると、いやそんなに見てない、見てないと、まだだなと。でドラフトに関してはそんなに見えひんよ、ある程度はやっぱスカウトに任せている、まあ、それはスカウトのな1年間の成果やから、それは最低限はビデオ見るけど評価はほとんどスカウトに任せている、そんな当たり前やん、唯一の正月やねんからスカウトの、というふうにやっぱりスカウトの方のあれはもう本当に年に1回の大イベント、正月でもあるっていう、勝負の日だからな、はい、まあ、阪神のスカウトってすごく優秀だからね、うん、で外れは取ってこないし、やっぱ岡田監督も信頼してるんだろうな、うん、
信頼してないとこなんかおいちょっともう一回見せてみろみたいな。なりますね。なるよ。それであの意見が合わないとかなっちゃいますね。お前何を1年間かけて見てきたんだみたいな、うん、まあそういう歴史もあるからね、はい。でもそのやっぱ阪神っていうのは優秀なスカウト、うん、まあ各球団もう優秀になってるけどね。そうですね、だから報告は聞くだろうけども、うん、まあそれは任せよと。あとは編成がここが足りないからこれを1にしましょうとか、うん、取られちゃいけないんでみたいな、そういう駆け引きはね、うん、まあ当然あるにしても、はい、そこにやっぱ口出すっていうのはあんまり良くないことだよね。そうです、だって見てないんだもん、うん、1年かけてね、うん、そうですよね。だから噂は聞く、ね、情報は入ってくるだろうけども本当にスカウトの目っていうのを、はい、まあ、信用したら、まあ、それも報告だけで分かったみたいな感じだよね、はい。あと去年のこの浅野選手に関しては去年はもう俺が決まった時から浅野選手を1位で行くっていうのはもうそんなもん決まっていたと、うん、俺はだから補強というか補うところをずっと少なかった左ピッチャー取るとか、うん、そういうのバランスだからなということで、まあ、今年はほとんどもうピッチャーだろうと他の球団も含めてやっぱほとんどピッチャーじゃないかと結局は、うん、野手はあまりいない言うてるやんかというふうに、まあ、そうそう今年の傾向が各球団やっぱりピッチャーに行くっていうことも岡田監督はまあ予想していると、うんうんうん、まあまあそれはそうだね、うん、だからなんていうのかな、足りないところを補おうとするけども、はい、駆け引きとしたらこのピッチャーがあそこに行くとややこしいなっていうこともあるんだよね。じゃあちょっと競合させてうちが取ろうみたいな、うん、まあ、それだけ優秀なピッチャーだからね、はい、それはこっちも欲しいし、うん、まあ、そういうこともあるよね駆け引きの中で。うん、あとはやっぱこう編成をやってる人間が、はい、まあ、阪神で選手全体を見渡した時にここはいなくなるここは弱いなってなるとやっぱそこの専門的な野手とか、はい、まあ、ピッチャーだったら中継ぎができるピッチャーだとか、うん、ね、まあ、そういうところに特化して、まあ、言うよね、うん、まあ、それは言うと思うよ、まあ、例えばドラフトでピッチャーしかおらんと、はい、そしたらピッチャーの中でどういうピッチャーがいるのかとか、うん、これは中継ぎもできそうかとか請求はどうなんだってそういう話は聞くだろうけども、はい、これにしてくださいっていうのは1年間見てきた、ね、うん、スカウトの人たちが推してくると思うけど、ね、うんうん、あとは野手の方、うん、野手に関してはちょっとやっぱり下で若いのを取りたいと、うん、高校生を取っておかなあかんからなバランス的にもということで、うん、やっぱり野手は即戦力じゃなくて高校生で取って下で育てるっていうことをしないとなっていうことも話している、うん、だからレギュラーがいて、はい、その次にレギュラーを狙う中間層がいて、うん、で下がいなくなってきてるんじゃないの、うん、はい、もしかしたらそうかもしれないですね。そうそう、だから下を取って鍛えとかなきゃいかんよっていうような、うん、そういう意味では大卒とか社会人ではなくて高校生の野手を取ってっていうことになってくる。まあ阪神 の, その選手たちを見てると育ってるもんね、ちゃんとしっかり。そうなんですよね、うん、でドラフト1位野手、はい、大山、タトテル、はい、森下、これはもうなんかクリーンアップ打てそうだしね、うん、全員が、はい、まあ、2人は打ってるし、うん、あ、まあ、3人で組む時もあるか、だから森下があと成長すればここでもしっかり固まってるし、はい、これが年を取った時に、うん、この一番下から高校生の上がってくるようなそういう計算もしてるだろうし、まあ、そういうことですよね、うん、あとキャッチャーについてこれ面白かったんですけれども、記者が捕手の補強は難しいんですかと聞いたところ、キャッチャーの補強はいいと、キャッチャーは育てないとはいけないのでキャッチャーは高校生よと、みんな今までもそうやんかと、で大学でほんまにやったのは古田敦也さんくらいやろと、うん、癖のない高校の若い時からプロのボールを受けとかないとあかんということ、みんなそうやろ、野村さん森さんに始まってるということで、やっぱキャッチャーというのは高校生でで癖のない選手を取った方がいいというふうに岡田監督は、まあ、時間がかかるということだよな、あ、うん、でも新之助もな大学で、あ、大学でしょ忘れてますけれども、いやいや大学でも結構いるんだよね、はい、だから坂本だってそうでしょ、梅ちゃんだとそうじゃん。そうですよね。だけどやっぱり時間がかかるっていうことを考えるとキャッチャーは高校からでいいっていう、うん、まあ一つの持論だよねそれはね、うんうん、だから、まあ、それだけ困ってないっていうことだよキャッチャーに関しては。そうですね、まだ数年、はい、梅ちゃんと坂本でいけるっていうふうに思ってると思うしね、うん、はい、そこからの次の世代を担うのに、うん、まあ、下で本当に経験をさせて、はい、で野球を教えて、うん、まあ、それで上に上げようっていうような、まあ、そういう目論みがあるんだよね岡田監督の中で。そうですね、まあ、確かに谷繁もそうだし城島もそうだしね、うん、高校から
キャッチャーで早く頭角を現した人間っていうのは、うん、まあ、それなりの成績はちゃんと残してるよね、うん、だまあそれだけ時間もかかるし経験も必要なポジションだけに、はい、だから早く入れていろんなその経験をさしておきたいっていうのは岡田監督の持論の中にあるんだよね。そういうことなんですね、うん、岡田監督ね、そのドラフトの一つとってもこれだけ話題性があるというか、これだけなんかものすごい引き出したくさん持ってらっしゃるんだなっていう、そうだな、やっぱすごいなって感じますよね。勝てば官軍だから。いや本当そうなんですよ。いやだからね、いろんな話を聞くと面白いよな、うん、岡田監督の話ってな。本当です、うん、私ドラフト一つを取っても今年はみんな多分もうピッチャーだろうとか、例えばこうキャッチャーだったら高校生からとか、野手だったらこうからっていう風に闇雲に取ってわけではないとか、まあまあそうそう、うん、まあ、それと今までの話の中で一番いいのはスカウトも正月だろうって、やっぱね信頼をしてあげないといいスカウトもできないということだ、うん、で信頼をされることによって責任も生まれるから、はい、その責任を岡田監督はスカウトに与えてるということだよね、うん、そうですね。で責任のない仕事っていうのはやりがいのないことだから、うん、だからそれはやっぱチームをこう一つにまとめる上では素敵なことだなと思って話を聞いてました。なるほど、はい、さあこのね岡田監督のこの発言がさ、はい、12球団、まあ、巨人はもう公表しないと言っていますし、うん、阪神もおそらく公表しないので残り10チーム10球団がどうするか。いやー公表したいかんやろ、ここまで言ったら空気読んでいや空気読んでこの動画を見たら、はい、それかもうそれでもうちは競合されたくないからあえて言いますとか出てくるのか、どうなんだろうっていう。ダメダメ、ダメ、もうでも今月ですからね、10月終わり、まあ最下位のチームだけは公表してここに競合しないっていうのがあると、ね、だからあるといいよね。まああのそうですね、じゃあその12球団のその戦力を整えるという意味ではさ、うん、だから中日と日本ハムは公表してもいいよとその代わり競合するなと、うんうん、ルールを決めて、ね、まあまあでもそれも甘いか、ね、まあそうそうですね、ルールがない以上はですけれども、ね、はい、ちょっとねどうなるのか、まあ楽しみだけどね。そうですね、今年もドラフトの季節楽しみですね。はい。